はい、マスオディビでーす。じゃーん、見てください、これ。なんだかわかりますでしょうか。これね、全部ね、ガリガリ君。はい、これガリガリ君20本あるんですけど、僕の好きな味1位、2位のソーダと梨があります。ガリガリ君って当たりあるのご存知ですか？あのね、棒のところに食べたら当たりって書いてあるものがあるんです。ほら、当たりスティックが出たらもう1本って書いてあるんですけど、なんかふと疑問に思ったんですけど、この当たりって何本に1本ぐらい出るんでしょうね。一体何個で当たりが出るのか、ちょっと試して食べていきたいと思います。もしかしたら1個目かもしれないし、もしかしたら20個とかかかるかもしれないですけど、ちょっと食べていきます。では1つ目食べていきます。雷が、雷鳴ってる、今日怖っ。残念、外れちゃった。次で絶対当てます。ガリガリ君梨いただきます。これで当たってくれ、本当に2つで当たってくれ。もう結構1個で結構来てるよ、お腹。2個目完食。クソ、3本目も外れちゃいました。うわー、無理だー、外れかー、お腹かよ、もう。うわー、外れかー、うわー、外れかー、ハグかーもう、ハグかーもう、もう外れた。わー、かんない。はい、ということでね、今のところ12本食べたんですけど、うん、なんかこっからうってなっちゃうんですね。20本買ってガリガリ君全部食べたんですけど、当たりはありませんでした。はい、20本食べてもね、当たり出ないらしいんです。で、調べたら50本に1本だけ当たりがあるらしいんです。ねえ、それじゃ足りなかったみたいです。はい、でもね、ガリガリ君今度絶対当てたいんで、なんか友達みんな引き連れて、みんなでガリガリ君食べて当てるような動画またぜひ作れたらなと思います。はい、今回はね、皆さんに当たりの棒をお見せできなくて非常に残念ですが、ぜひまた次の機会をお楽しみにしていてください。ということで、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。次、頑張ります。ということで、以上、マスオディビでした。バイバーイ。